はい、世界的な知名度でいうと、J リーグのどのクラブよりも上の可能性はありますよね。だからキャプテン翼のチームって言ったら世界中の人がみんなが思い浮かべられるようになる。J リーグをただ目指していると明言している、まあ地域のチームで、今トップチームの社長は、キャプテン翼の高橋陽一先生です。 J1 から数えると、J7 ですね、7部相当になります。もしかしたら世界的な知名度でいうと、J リーグのどのクラブよりも上の可能性はありますよね。よく言う何年でみたいなのはもうね、言わないようにしてます、はい、なんでかというと、まあ、そんな簡単なもんじゃないですし、もう本当1年1年その1年で上に上がるのを全力を、まあ、尽くしてやっていけばそのうち J にたどり着くだろうというふうに考えてます。地域の人たちの協力があってこそ、やっぱりこうやってグラウンド等も優先的に使わせてもらったりしている部分、もちろんすごい調整とか大変なんですけど、やってみて分かりましたけど、やっぱり J 目指してるからってもう無条件に貸してもらえるわけじゃないので、そういう、まあ、地域のサッカー協会の人だったり他のクラブの人たちを調整しながらやるのは、まあ、難しさの一つかなと思いますし、葛飾区ってこう東京都23区なんですけど、その中でもすごくやっぱり下町で、なんていうんですかね、ローカル色が強いというか、やっぱりオラが町っていう感覚が強いんですよね、まあ、それこそキャプテン翼だけじゃなくて、まあ、こち亀亮さんのこち亀の秋元先生もそうですし、あと男はつらいよシリーズの山田洋次監督ももうみんな葛飾なので、まあ、そこら辺のエンタメが強いみたいなものも含めてこの葛飾の魅力を発信する、まあ、クラブでありたいと思ってますけど、選手たちがうち元 J リーガーもみんな仕事をしているので、そこのやっぱ仕事をしながら働きながらその競技もやるっていうのが多分皆さんに共通してると思うんですけど、それは本当に大変だなと思って、まあ、情熱がないと選手もスタッフもできないなって感じますよね。今シーズンもまあ失敗で終わったシーズンでしたけど、終わって10日以内に約30人の選手たちと1人1時間半ぐらいのミーティングを実施してます、まあ、これちょっと他の人に任せられないんで、このじゃあ言っちゃえばレギュラークラスだけ自分がやるとかだとやっぱり選手との信頼関係築けないんで、まあ、全員とすぐにやるっていうのが大事だなと思って、まあ、もういろんな仕事すっ飛ばしてそれをまあやりましたね。でも本当にそういうの大事だなと思って、裏方の人たちってそのやっぱ努力を認めてもらうだけで、まあ、ボランティアもそうですけど、全然気持ちが違ってくると思うんで、例えばそういうチームの農会みたいな時にはそういうボランティアのスタッフだったりメディカルのスタッフだったりって協力していただいている人たちを呼んで、まあ、選手との交流を含めてやるとか、まあ、そういう場でちゃんと選手に気持ちを感謝の気持ちも伝えてもらう、まあ、我々からもちろん伝えますけど、やっぱりそういう感謝されてるってなるとみんな気持ちが続くと思うんで、そういう場を設けることは意識的にやってますね。やっぱり一番は情熱を継続させることじゃないですかね。やっぱり最初はもちろんみんなすごいテンションでやると思うんですけど、まあそういうやっぱり夢までの時間っていうのはかなり多分かかると思うんで、まあそれこそ最近インタビューした大谷翔平選手が言ってたんですけど、まあ好きなことをやり続ける才能が自分にとって唯一の才能だって大谷選手が言ってたんですけど、それすごく納得できる部分があって、まあ、カテゴリーでいうと本当に J1 日本のトップリーグのところまでたどり着ければいいなと、まあ、少なくとも最初まず J3 J リーグのクラブというふうに言えるところまではまあ、それこそ高橋先生も健在なうちにやりたいなという話を選択しています。でやっぱりその先に本当にアジア世界も含めてそのやっぱりこのキャプテン翼っていう、まあ、世界的なコンテンツなんでそこにふさわしいようなチームになれるように、だからそういう意味では葛飾の持ってる財産としてすごく
世界に羽ばたいていけるような形のものが一番の理想ですよね。